助けてくださいって言わない限り助けを受け入れるっていうことを私たちがなかなかできないんですよだから私は助けてもらう必要があるっていうことをまず自分に教える私はこれを超えたいっていうことを望む必要があるですねちょっと後でこれメモするといいかな1番私はこれを超えたい この今嫌な近く、すごい嫌な近く、もう死にそうなぐらい嫌な近く感じてる。私はどうにかしてこれを超えたいって。この気持ちにずっと飲み込まれたままずっと過ごすのは嫌ですって。何年も何年もずっとこの気持ちがずっと続くのは嫌です。どうにかしてこれを超えたいですっていう、これを、それを望むこと超えることを望むこと ?2 番目に、 こんな知覚を私は感じているってことは、その私は助けが必要だ。助けがない限り、私は絶対これを超えられないだろうっていうことをちゃんとありのままに認めること。私には助けが必要です。っていうことをありのままに認める。3番目に、助けが必要なんだから、助けを求める。 神様でもいいし、精霊でもイエス様でもマリア様でもマグ,ラダラマグダラのマリアでも何でもいいから。その自分の信頼できる存在に向かって、そのご先祖様でもいいですよ。何でもいいから。自分が頼れるところ、自分がしん、ちょっとでも信頼できるところに向かって、 助けてくださいって、私にはあなたの助けが必要です。どうか私がこれを超えていきますようにって、どうか見守ってくださいいつも見守ってくださってありがとうございますって、助けを求める。でまあ、4番目かな。今ここでその助けが与えられてるんだっていうことを信頼する。この近くが一向に変わらないとしても、 でもその、時間的なギャップが現れてるだけでもう私は助けを求めて呼びかけたんだからその助けは今ここで与えられてるに違いないっていうことをその思い出すっていうかな、ね、今ここでその助けの光が来てるんだったらその助けの光を私は浴び続けよう受け入れようってあなたの助けを受け入れます ありがとうございます助けを求めたら助けを受け入れるここでその近くが一向に変わらなくてもそれでもいいですそれで私は許せてないって判断をしないこと5つ目かない近くが変わらなくてもあまたそのいろんな蔑みの思いが出てきたりとか恐れにもっともっとまみれていったりとか虚無感に打ちひしがれたとしても だとしても、その自分、その状態の自分を裁くのをやめること、ジャッジするのをやめること、非難するのをやめること、否定するのをやめること。ああ、私はできてないとか言って、自分を、なんていうの、無価値だって自分で言い,言い渡すことをやめること。自分はもうこのカルキュラムの責任者ではない。 このカルキュラムの責任者は精霊。から、うまくいってるかいってないかっていう判断をできるのは精霊だけなんだ。今私が許せてるとか、許せてないとか、コースをうまく実践できてるとか、できてないとか、判断することができるのはたった一人、精霊だけ。その責任は精霊にある。イエスにあるから、自分独自で今の自分のコースの、っていうか目覚めの、 アイミはどういうい状態だって判断するるのをやめること自分がどういう段階にいるとかいうのを判断する能力がまずないっていうことを認める、ね、それが何も何もする必要がない私の,そのこの目覚めのプロセスがどうなのかってジャッジする必要がない自分でこの目覚めの道を あ責任持って歩んでいくぞとか言うする必要がない。私は何もする必要がない。すべての責任は精霊にある。私は精霊に助けを求めてその助けを受け入れる。そこにのみ私の責任はあるから。ただただ私は自分がいかに助けが必要な存在なのかってことを認めて助けを求める。ここだけ。 助けを求めたら、彼は助けてくれてるに違いないんだから、その助けの光を、ほんの一粒でも一筋でもいいから、今、その助けいただいているということを認めて受け入れる。ここだけ私たちの責任は。あとはもう、全責任は精霊にあるから。自分で責任を負おうとしない、責任を取ろうとしない。そうすると、あの文字通り何もする必要がないんですよ。